シェー・ビンジェン。幼少より数多くの武術、飛行、風水の名士に師事。中国武術界でゴトラと称される巨星、自然門大師万来世の皇帝。1988年の来日後、中国の伝統的な自然健康法をもととして日本人に合った独自の健康法を提唱指導を行う。また武術気功のみならず、音楽や書、絵画の創作活動も行い、独自の世界観で人々を魅了し続けている。そして今、目指せ人類120歳という理念を掲げ、シェー・ビンジェンが送る心と体を鍛え人生を豊かにする番組、それがおはよう健康体操です。おはようございます。シェー・ビンジェンです。神戸ルルです。村田舞子です。本日から先生のアシスタントをさせていただきます。熱など君にルルが効く、あなたの風邪薬、神戸ルルです。本日から喜んでアシスタントになりました。よろしくお願いいたします。おはよう健康体操。先生の動きに合わせて運動してみましょう。体操開始です。天地引用。まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。鍛錬。自分の体に意識を傾け、体調や体の変化をチェックする体操です。四肢気球。玉と戯れる四肢をイメージして楽しく運動しましょう。天地会合。全身を大きく開き、人生を自ら切り開くことをイメージしましょう。
中野ポーズ。大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして生きる勇気を養いましょう。ツバメのポーズ。空を飛び交うツバメをイメージして自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。円歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。頂点立地。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地精気。精気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。車輪拳。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。鍛錬。
空と大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。おはよう健康体操、天地開合の心得。先生、4つ目の体操の天地開合って何ですか？天地開合ね、はい、いわゆる人間の道は、はい、自分の人生、自分の道、自分が開く、はい、努力しなければ、世の中はいろんなものできるなのに、人はやっぱりね、努力しないことによりね、なかなかうまくいかない。だから天地開合は、この体操は自分の人生、自分の道開くことに対して、はい、いろんな可能になる、うん、ドアみたいね、はい、閉じたままになったら永遠に閉じたまま、しかしちゃんと開ければちゃんとは光も入ってくるし、で人生で自分の心の中に扉が誰でも持ってる扉ね、みんな閉めてる、世の中はね。だからこの体操より、やっぱり自分の心の扉、いつの日か早めに開くように努力する。自分努力により天地開口、努力により天地開口、ね、自分の人生道が自分が開く。努力という言葉すごく大事。何でもね、もの努力すればいいんだよ。ハビ来てね、努力すればちゃんとそのくらいでになる、ね、今はハビ読んだらハビは来る、ね、読めなければ来ないでしょ。だから天地開合で、やっぱり物事は努力していくことはすごく大事。座っていいよ、はい、座っていいよ、 OK、 偉い子、うん、だから人生の中にいろんな映像、いろんな画面は今見てる雰囲気、映ったら雰囲気的に、あ、この移りいいと、やっぱり努力してそういう考えて、うん、じゃあそういうね、うん、雰囲気でそういう映像になるんですよ。すごい、ね、だそういうことに対して、天地開合、コロナウイルスの時代で、皆さん自分の生活、自分の人生の中に、自分の道はちゃんと設計して努力する、それで実験する、実行する、すごく大事。考えるだけで、普段は考えるだけで、あ、こういうぐらい映像いいな、雰囲気いいな、やらなければこの映像はない、そう思えばそうやっちゃう、ね、そういうことに対しては、天地開合、自分の人生は常に想像力して努力して、そういう雰囲気はなかなかないでしょ。ないです、ね、なかなか自分の人生で努力するっていうことも難しいですしね、うん、やらないと始まらないですね。ねえハビーちゃん偉いよしよし、うん、人の映像はね、やっぱりその雰囲気、映像はね、非常にね、うん、面白い、うん、努力しなければこういう映像出てこない、うんうんうん、ありえない。だからいい映像、自分の人生、自分のいい映像に努力しなければ、座り自分の映像しなんだよ、そう、そういうぐらい雰囲気に座って、うんうんうん、ね、これはすごく大事ね、一瞬永遠の思い出になる、ね、はいはい、僕に手ハッピーちゃん偉いね、うん、どうですか、自分の思うもの、考えるもの、大胆に設計して、大胆に実行することがポイント。頑張ります。お相手の体操を見て、人間飽きることをやめてさ、もう一回頑張る。人間はね、自分一度死んだら後でもう一回来世いい香りになりたいのが多いんですよ、うん、今世もうダメだ、うん、なんか、しかし僕はね、死なないでまんまで、そのままでね、この世生まれ変わってさ、実際にお金持ちだことは一つ、お
お金使う勇気放送みんな世の中はみんなお金持ってるよ住むなくても自分の銀行ちょっとお金、うん、しかしみんなね使う勇気ないから困ったもんだね困ったもの本当に困ってるからみんな困ってるよみんな困ってるんだけど使う勇気ないから放送綺麗でお金使い方ことあれば天からまだくれると立ち上がれおはよう健康体操先生の動きに合わせて運動してみましょう体操開始です天地引用まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。関連自分の体に意識を傾け体調や体の変化をチェックする体操です四肢気球玉と戯れる四肢をイメージして楽しく運動しましょう天地会合全身を大きく開き人生を自ら切り開くことをイメージしましょう鷹のポーズ大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして生きる勇気を養いましょう燕のポーズ空
空を飛び交うツバメをイメージして、自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。縁歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。頂点立地。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地正気。正気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。車輪拳。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。丹田。空と大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。
続いてはもっと知りたいおはよう健康体操、シエ先生に聞くみんなの相談室。先生またまた発見しちゃいましたよ。これ先生何でしょうか。これ自然の石の中に、はい、やっぱし合ってる雰囲気、花とかね、はい、あの植えたり、あるいは自然から出てくることに対して待つことですね、はい、そういうでっかい石の中にあの上に花咲いたり松の木咲いたり、非常に雰囲気いいんですよ。そうですね、うん、何かお庭を見てるような雰囲気がしますね。何かこういう岩の中に自然なものがあるっていう、この流れるものがあるっていうのがとても素敵ですね。この石、はい、本当にゆっくりで瞑想していくと鉱山、はい、こちらたまには雨降るときに水流れで、そういうことも滝もことになるし、ちっちゃいで石だけど大きな山の中にいろんな毒素が入ってる。あ、そうです ね、 ね、だからこそはこの石は、はい、見ると真面目見ると、はい、バランスと雰囲気と、はい、玄関に置くと非常に贅沢とイメージです。そうですね、うん、作品ですね、作品、はい、作品ですね、うん、自分の庭の中にこういうぐらい石を置くだけで、はい、本当にねゆっくり見ると豊かな気分になるね、面白い気分になる。そうですね、存在感がすごい、生命力を感じますね、うん、はい、僕は石のデザインがすごく好きで、はい、石に対してね、木の中に植えたり、あのそういうデザインしたり、この石どういうふうに木を植えた方がいいとかね、感じで、それで生命力強い木じゃなければ生きられないから。そうですよね、うん、なかなか岩の上にやはりこう自然なものが乗るっていうのはないことですけど、これは作品として奇跡なんでしょうね、うん、この石8トンぐらいありますね。8トン10トンぐらいで、ね、ぐらいで大きさあるから、はい、うん、やっぱりどこを置いても迫力ある。うーん、会社のオフィス前に置くだけでね、この会社で安定感と豊かとデザインと看板とかね、はい、そういう看板は世の中増やしてほしいね。そうですね、看板、例えば自然に関連すると会社、はい、この石クレーンで玄関の前に置くだけで、はい、もう不思議でたまらない、面白い、うん、そうですね、この会社この辺まで豊か、そのくらいで看板することあれば、はい、非常に言葉いらなくても自然を大好きでいいと、うん、はい、なんか先生にも似てませんか、なんかこう雰囲気が。同じ男、山のイメージ感じるね、感じる、はい、ね、男は山のイメージね、はい、うん、なんか強さの中にこういった自然があるっていうのはとても素晴らしい、ね、うん、僕そういう作品、そういう作品が好きね、はい、でっかいで石が僕に手に入るといろんな考えちゃうの、うん、どういうふうにやったらどういうふうにイメージ変わるかな感じて、はい、うん、ぜひ YouTube 見たら皆さんにこういう石欲しいなったら僕に言ってください、デザインしてあげるから。神の世界に。
叶えるその日まで神の世界にまた会えるその日まで健康体操。先生の動きに合わせて運動してみましょう。体操開始です。天地引用。まずは天と地に朝の挨拶をする気持ちで始めましょう。自分の体に意識を傾け、体調や体の変化をチェックする体操です。四肢呼吸。玉と戯れる四肢をイメージして楽しく運動しましょう。天地会合。全身を大きく開き、人生を自ら切り開くことをイメージしましょう。鷹のポーズ。大空を力強く飛ぶ鷹をイメージして、生きる勇気を養いましょう。ツバメのポーズ。
空を飛び交うツバメをイメージして自由な生き方を全身で表現しましょう。鶴のポーズ。鶴をイメージし、バランス感覚を鍛える体操です。円歩き。全身を鍛え、目に力をつける体操です。頂点立地。天を仰ぎ、大地を踏みしめ、背筋を伸ばしましょう。天地精気。精気を養い、全身にエネルギーを巡らせます。車輪拳。我を忘れ、ストレスを投げ出すイメージです。丹田。空と大地からエネルギーを受け取るイメージで行いましょう。
健康と人生のために心に留めておきたい言葉がある。チェビンジェン、今日の一言。それでは今日の一言を書きます。今日の一言、これです。人類自粛の時、人類自粛の時と言葉というのは本当にそういう時代やってきた。実際には太古から人間にとっては特に昔で新人賢人いわゆる歴史の中に残す人、我々は見て、あ、すごい人だと。みんなね、読書ごとはみんな自粛ですね。自粛。みんな自粛ですよ。いろんな面で。食べるときにあまり食べすぎないように自粛。あ、今日は仕事疲れたな感じで頑張ってくださいことじゃなくて、あ、これはちょっとオーバーしすぎたかな、オーバーホールじゃないかな、自分体ね、これも自粛。ね、あんまりね、自粛というのは、自分の欲望をあんまりに走らないように、あんまり自分の欲望のままに走らないように、ところにブレーキをかけてバランス取ることを大切に自粛という。人間今までやいろんな面で多方面で行き過ぎた、困難すぎた。だからこういう時代やってきて、皆さんもう一度冷静になって、もう少し家にいる時間が長くしてください。お互いに距離は守って、そうすれば人間戦争にならない。人間と人間距離近づすぎると、必ず問題は出る。問題出るよ。国と国近づすぎると、同じ戦争になる。夫婦でも近づすぎると離婚になる。兄弟近すぎると、中に近すぎると必ず敵になる。だから人間距離は美しい。人類で自粛の時はいわゆる距離は保つ、距離は守りなさい。これも一つ大きなメッセージ。人類で自粛イコール人間何でもほどとして、特に人間と人間の距離、これは調和と言います、バランスと言います。だからこの時代こそ皆さんぜひ、我々行うことにいろんな災難、いろんな不幸のことは全部人間の人間すべてものを近しすぎた。山近しすぎると山崩れる、川近すぎると流される。すべてことは近しすぎると、ほとほとことはこの時代のメッセージ。自粛の時代、自粛の時、分かる人にこの時代にとっては大きい伸びでいく。やっと分かった、今まで人間の人間距離近すぎたんだ、その距離守らないでダメだ。もし気がつくことあればまだ間に合うから、ぜひこの時代に自粛と本当の意味理解してほしい。困ったら、本当に困ったら遠慮なしで先生に相談して、先生、コロナウイルスこの時代どうやって乗り越えることを真面目に教えますから、救うと思いますよ。遠慮なしでもいい。今日の一言、学ぶべきはここにあり。
先生、今回新型コロナウイルスということで世の中だいぶ暗くなってしまってると思うんですけれども、でもそんな中シエ先生は何か挑戦されるということなんですけれども、どういったことなんでしょうか。今の世の中本当に暗いて、みんな恐怖感を持ってあまり希望と光が見えない、それのために先生コロナウイルス対策しながら、はい、これ一本コロナウイルスに対しての映画作ろうと思った。映画ですか、ね、すごいです、うん、でそれのために若い人に夢と光を与えて、はい、一つ希望を与えて、はい、今日はこれからの今日は見たことに対して皆さんにお知らせください、はい、すごかったんですけれども、先ほど拝見した4つの種目というものがありまして、先生4つの種目もう一度よろしいですか。はい、地水火風というからね、要は地は力、はい、愛知で力、はい、水は柔軟、柔軟体柔らかさ、はい、柔軟、地水火はスピード、風はバランス、力、スピード、バランス、柔軟、その4つぐらいのものは僕に同レベルことあれば、お先生と同レベル、もしくは勝っちゃう人がいらっしゃったら、それ、うん、どうなるんですか。100万円賞金出します。わすごい、200万円賞金、先生大丈夫なんですか。世の中今すごく暗いから、光を与えるために、はい、映画を作るために若い人に、僕は挑戦してるという感じで、奥まで、ね、僕は、ね、今年今度61歳ですから、はい、ただ力柔軟バランス柔軟、ただ力柔軟バランススピード、はい、単純のこと、ね、後で映像を見れば分かる、その自信ある人、それは成功する方に100万円賞金を与える上で、はい、上で映画をスタッフとして採用します。わあすごい、さらにダブルです。すごいですね、本当。皆さん聞きました、大事なことなのでもう一回言いますよ、うん、地、水、火、風、この4つの種目でシエ先生と同レベル、もしくは勝っちゃった方にはなんと100万円をプレゼントします。さらに先生が撮られている映画、こちらにですね出演していただくということで、先生お間違いないでしょうか。間違いありません。すごい、素晴らしいです。すごい、その上でまだパス、はい、国言わず、人種言わず、はい、年々言わず、はい、どなたでも参加できる。おお、もうどなたでもウェルカムということでいいんですか先生。ウェルカム、ウェルカム先生、うん、だってもうご年齢も今61歳ですよね。今年ね61歳に向かう、60過ぎてるね、60過ぎてる、だから皆さん勇気と信念、はい、自信を持って夢を与えるから、ぜひどなたでもご縁あればご参加してください。すごい、うん、素晴らしい挑戦ですね。年齢関係なくっていうのがすごいですよね。単純なことですからね、本当にその力のスピードバランス柔軟もう決めてる項目ですから、それは僕と同レベルあれば100万円上で申請する上で映画に参加する、私は優秀な人材派遣したい、挑戦してみたい、本当に世の中に今どのくらいで若い人にどのくらいで体の素質あるか感じて、はい、じゃあもう20代、もう30代、40代、50代、もう60代の方はもっとそれ以上の方でもどなたでも国籍も関係なくご参加いただけますので、ぜひ皆さんふるってご応募ください。挑戦につきましてはこちらのテロップに書かせていただきました。ぜひこちらの電話番号もしくは応募フォームからご応募ください。随時皆様に改めて開催日をご連絡させていただきます。